休憩前に引き続き会議を開きます。9番今野正幸議員。新世界の今野です。今年はコロナも収まりかけてるんでしょうか、ちょっと分かりませんけども、北上の民族芸能祭り開催されると、今日の新聞でも花巻祭りが開催されるということで、だんだん、お祭りそういう催しが増えてきたなと、心配な反面、いいなと思っております。我が口内町の不入場祭りも規模を縮小して開催するということで、毎週のように今実行委員会をやっておりますが、やっぱりコロナ対策どうやっていくかということで、なかなかこう大変、よくこのお祭りの実行委員会というのは大変だ、ね、今年は大変だなと思っております。私、通告に従って、質問してまいります。パブリックコメントとホームページの運営についてお伺いいたします。5月27日から今週6月13日この前ですね、まで北上市文化芸術推進基本計画案へのパブリックコメントが行われました。この計画そのものについては菊池勝議員が明日の一般質問で取り上げますので、私からは効果的なパブリックコメントの実施についてお聞きしたいと思います。今回北上市文化芸術推進基本計画については、私も民族芸能をやっている関係で気にしておりました。パブリックコメントの実施にあたり、改めてパブリックコメントについて考えてみたことをお聞きしたいと思います。最近実施されたパブリックコメントへの意見はどれくらいあったでしょうか。ここ3年ぐらいの間での件数などはどのような状況になっているかお伺いいたします。パブリックコメントの募集期間はどの程度にしているのでしょうか。今回の北上市文化芸術推進基本計画案ですと18日間、土日の関係もあるのかもしれませんけれども、2週間ちょっとくらいのように思われます。期間としては十分なのか、どのような理由でその日数になっているのかお伺いいたします。ホームページで過去のパブリックコメントの実施結果を少し見てみました。それほど多くの意見はなかったように思います。少し見ただけですのではっきりとは言えませんけれども、多くはないように感じます。多ければいいというものでもないとは思いますけれども、現状の意見の数をどのように考えているのか、評価を行い増えるような工夫はされているのかお伺いいたします。パブリックコメントの募集はどのように市民に周知しているのでしょうか。募集していることが市民に伝わらなければ意見は集まってきません。市民への周知の方法をどのように行っているのかお伺いいたします。私はパブリックコメントの目的は多くの意見を聞いて計画に生かしていくことではないかと考えています。ですので意見は多い方がいいのではないかなと思っています。市としてはパブリックコメントの募集の目的をどのように考えているのでしょうか。そして現在の状況で目的を達成できているのできていると考えているかお伺いいたします。次に市民に分かりやすいホームページの運営についてお伺いします。北上市のホームページの公開までの手順についてお伺いいたします。それぞれの担当課でホームページを作成して公開しているとは思いますが、担当課の後に都市プロモーション課での認証が行われていると聞いておりますが、どうでしょうか。またその場合、そのことで手順が増えたことになりますが、一箇所に審査が集まることで公開までの時間がかかったり、審査がたまって公開が今までよりも遅れたりすることはないのかお伺いいたします。都市プロモーション課で審査が行われる場合ですが、1日の審査件数はどれくらいあるのでしょうか。でまた何人で対応しているのでしょうか。
日によって違うとは思いますが、十分な対応ができる体制になっているのかお伺いいたします。それぞれの担当課が作成するホームページについて、内容そのものは担当課でしか分からないとは思いますけれども、都市プロモーション課ではどのような部分を審査しているのかお伺いいたします。北上市のホームページは過去に何度かリニューアルをしていると思いますが、最近行った際にリニューアルの方針のようなものはあったのでしょうか。その際に当然不要なページの削除や構成の見直しはしたと思いますが、全体の構成の見直しなどは行われたのでしょうか、お伺いいたします。それぞれの担当課で作るページの構成はどこで管理しているのでしょうか。担当課で管理しているのでしょうか。担当課によって構成が違ったりすると全体として分かりづらくなり、整理が必要と感じるところも見受けられますが、どのように管理しているのかお伺いいたします。市長、今野正幸議員のご質問にお答えいたします。最初にパブリックコメントとホームページの運営について申し上げます。はじめに効果的なパブリックコメントの実施についてでありますが、最近実施されたパブリックコメントへの意見について、令和3年度に実施したパブリックコメントの案件数は5件で、北上市都市計画マスタープラン素案には1名から4件、北上市地域公共交通計画素案には2名から5件、北上市産業ビジョン素案には1団体から5件の意見が寄せられ、第11次北上市交通安全計画素案及び第2次北上市防犯まちづくり基本計画素案への意見提出はありませんでした。また令和元年度から令和3年度までの過去3カ年に実施した案件は16件で、寄せられた意見は91件でありました。実施にあたっての市民への周知につきましては、市ホームページや広報誌への掲載、各庁舎や交流センター等への資料配下、報道機関への発表などさまざまな媒体を活用し、多くの市民への情報提供に努めております。また募集期間につきましては、平成29年4月に策定した校長活動マニュアルにおいておおむね20日以内を規定しております。この募集期間はパブリックコメントの対象となる計画や条例等の多くが作成段階において意見交換会等を開催し、市民等の参画を得ながら素案を作成していることや、過去の実績から募集期間と意見数とに相関は認められないことから妥当な期間であると考えております。パブリックコメントを行う目的につきましては、市では市民参画と共同の推進や行政手続きにおける公正の確保と透明性を向上させる観点から、校長活動マニュアルにおいてパブリックコメント手続きを定めており、重要または基本的な政策や計画の策定及び変更、市民等に義務を課すまたは権利を制限する条例等の制定や改廃等に際し、その趣旨や内容を広く市民等に公表して意見を求め、効果的に施策に反映する方法の一つとして実施しております。パブリックコメントの実施は、まちづくりへの市民参画や幅広く市民の意見を聞く機会の確保として、一定程度その目的は果たしているものと捉えております。寄せられる意見の数につきましては、案件により多寡が生じているところでありますが、その要因の一つとして、策定過程においてワークショップの開催等により、すでにさまざまな市民から意見聴取をしていることが考えられます。なお必要に応じて関係団体等に資料を直接送付して意見を募り、パブリックコメントを保管しているところであります。市といたしましては、より多くの意見をいただけるよう、新たな周知媒体として
コミュニティ FM の行政番組枠を活用するなど、効果的な意見募集に努めているところであります。次に、市民に分かりやすいホームページの運営についてでありますが、ホームページの公開までの手順につきましては、各所属庁の承認を受けた内容が、都市プロモーション課の審査を経て公開されます。都市プロモーション課を経由することによる遅延等の影響についてでありますが、各課等において、ホームページを作成、更新して、所属庁が承認を行うと、都市プロモーション課へメールで通知が届くことで、速やかな処理が可能となっており、運用にあたって大きな遅延は生じておりません。都市プロモーション課での審査の内容は、音声読み上げ対応などのアクセシビリティ事項、公開期間の設定状況、タイトルの分かりやすさ、外部リンクの正確性などが主なもので、職員3人が担当し、1日あたり10件程度で、特に問題がなければ、1件につき5分程度で作業が完了しております。リニューアル時の対応についてでありますが、直近の平成30年度のリニューアルの際には、利用者の使いやすさを意識したサイトの再構築を方針として掲げ、構成やデザインを一新し、緊急性の高い情報の集約や、スマホユーザーを意識したインターフェースなど、利便性を追求した改修を行ったものであります。また、全体構成についても、分類の変更や、古いデータの削除などの見直しや精査を合わせて行っております。最後に、分かりやすいページ作成についてでありますが、基本的に各課でページ作成をしていることから、マニュアル等により、分かりやすいページの作成方法の共有を図りながら、内容、構成、分類などの面で不備のあるページは、適宜都市プロモーション課より各課へ指摘し、修正を加えております。今後も利用者の利便性が高いサイトとなるよう、より一層努めてまいります。以上であります。議長。今野正幸議員。はい。まず、ホームページについて再質問いたします。都市プロモーション課の審査が加わったということで、その審査で遅れるんじゃないかということも心配したんですけれども、そういうことがないということで、よかったなと安心しております。で、すみません、都市プロモーション課の、審査の内容というのは、すみません、ちょっといっぱいあって、聞き逃してしまったんですけれども、音声読み上げのやつとか、その他、そこら辺もう少し詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。企画部長。はい、それでは審査の項目等についてご説明申し上げます。一つとして、例えばホームページのどの場所から入っても、例えば検診のところにたどり着けるようなルートがちゃんと設定されているかというようなところ、あと例えば目の不自由な方向けの、今音声の話が出ましたけども、読み上げ機能に適した表現になっているかと、アクセシビリティチェックと申しておりますけども、例えばですが、米マークをホームページに載せてしまうと音声読み上げソフトはそれを読みません。ですので、それは括弧中というような表現に置き換えるとか、そういうところをチェックしておりますし、写真を貼った場合に、その写真に例えば裏にちゃんと解説を載せてないと、どんな写真、桜並木とか、そういうところが音声読み上げではやはり表現されませんので、そういうところのチェックを行っております。あと、公開の期間の設定が適当であるか、タイトルが趣旨のちゃんと伝えるようなタイトルになっているか、あと時々こうリンクしたりして他のところに遷移移っていくわけですけども、それが正しく設定されているか、あと今回作ったページがちゃんとトップページの
新着情報のところに載るような設定になっているか、まあ、それは記事の内容にもよりますけれども、それが必要な場合、そこまでちゃんとやっているかというようなところを、都市プロモーション課の職員がチェックしております。今野正幸議員。はい、まあ、リンクですね、次のとこ、まあ、そこをクリックすると、次のところと行くように、行くというのなんですけど、ちょっと、少し私、まあ、今回、まあ、そのとおり、市のホームページ、まあ、ちょくちょく見るんですけども、まあ、必要なところに向かってこう調べていくので、まあ、いつもちょっと分かりづらいなというところもあるにはあるんですが、少し気になるのがですね、すみません、ちょっと例え話というんでしょうか、分野とか各課のページから入っていくと、項目が枝分かれしていって、でその項目の中に、大体一番上にお知らせっていう、フォルダーでいいのかな、があるんですけども、まあ、難易度もあるんですが、まあ、それは、まあ、難易度がないでいいんですけども、そのお知らせのフォルダーを見ると、まあ、課によってはすごくこう、なんて言うんでしょう、何でも突っ込んでるというんでしょうか、何でもお知らせに入っているというようなのがあったりして、まあ、ちょっと探しづらいなっていうのがあったりとか、あとはこれは、ですね、こうフォルダ分けされて項目が複数あるところがあるんですけども、項目が分かれてこう独立してるんですが、普通にそのフォルダーに入るページっていうのかな、情報っていうのかな、そういうのが入らないで、そのフォルダーの外にこう単独でボコッとあってみたりとか、まあ、細かい話なんですけど、そういうの整理するべきじゃないかなと思うんですけども、そういうのはどうなのかなと思います。で、それでもう少し具体的な項目を挙げることになってしまって、ちょっと申し訳ないんですけども、例えばトップページの情報を検索するところの手続きを探すっていう欄が、欄っていうのかな、ありますけども、その中に入ると転入とか転出とか死亡とかの手続きがあります。で、ここに 入っていくと、こう、なんていうのかな、死亡届けだったら、それに該当する項目が並んでて、チェックができるようになっている。健康保険だったりとか、水道の名義人とか、まあ、チェックして検索すると、そのどこの窓口に行けばいいかとかっていうような、結果が出てくる。すごくこれは、いいなと思いました。見やすいなと、分かりやすいなというんでしょうか。いいなと、これはとても親切でいいなとは思うんですが、そのトップページのところをもう少し下に行くと、今度ライフイベントから探すっていうところにお悔やみっていうのがあるんですね。でそこに入ると死亡届、国民健康保険 の加入だったり変更の手続きで、死亡した時の年金と3つの項目があるんです。でこれはまあその通りなんですけども、漢字としてこう調べていくと、ライフイベントから探すの方が下にはあるんですけど、まあ、そっちの方が目立ってて、でこっちを先に入っていくとですね、最初に言ったその手続きを探すっていうところに行かないんですよ。でお悔やみから入って死亡届の出し方は分かるんですけれども、国保と電気しか他の水道とかそういったところの手続きが表示されて、まあ、リンクが違ってるというか、ページが違うというか、なんでもう少しこういったところの整理ができないかなってちょっと思うんです。で、まあ、死亡届がどうじゃないんですけども、全体的に少し分かりやすいように、まあ、いきなりは無理かもしれないんですが、少しずつ変えていくべきではないかなと思うんですが、どうでしょうか。企画部長。お答えいたします。まさに今おっしゃられたところ、私たちも課題として捉えております。先ほどチェックの項目をお話ししたときの一番目に、ホームページのどこから入っても当該ページにたどり着けるような一つのルートというところのお話をいたしました。今議員おっしゃられたまさにそこ、こっから行くとたどり着くけど、こっちから行くとたどり着かないというようなところが確かにあること、そこは日々チェックしているつもりではございますが、やはり漏れたりする場合があるかなというところはあります。あとそのフォルダ分け等につきましても、細かくやると深くなる、
まあ浅くやろうとすると今度広くなる、一つのページが広くなると、そういうジレンマがございますので、どの辺が適当なのかというところは日々思いながら編集をしておりますが、例えばリニューアルの時などはそういうのを一斉にこう見直したりしておりますので、そういうところには気を使っているつもりでございますが、なかなかいろんなジャンルになっておりますので、そういうご指摘はあるのは承知しております。今野正幸議員。はい、そうですね、実は言うとこの項目を通告したときにもしかしてこっそり直されるんじゃないかなって昨夜もちょっと見たんですけど変わってなくて良かったなと思っております。まあ本当に細かく実は言うとそういうのがですね、結構具体例は出しましたけども、他のことに対してもその通り、さっきのフォルダーの外の方にあったりとか、結構各課さんによってこのバラバラだなというのはすごく感じるんです。で、多分もしかするとこう市の職員の方とか、はこうどこから入っていけばってもう目的が分かるので、そういうのはあまり感じなかったりとか、あとは全く見ないから分からないとか どっちかかなと思ってるんですけども、やっぱり市民の人からですね、こう市民の人が入っていくと、やっぱりこう探しづらいなというようなところがありますのでですね、どうしても業務量はちょっと増えるかもしれないんで大変じゃないかなとは思うんですけれども、そういったところ、少しずつ大きくどんどん変えなくてもいいので少しずつ変えればいいんじゃないかなと思う。これ編集というかそういう変更というのは結構大変というか予算的にも結構かかるものなんですけど、リニューアルじゃなくても結構かかるものなんですかね。企画部長。はい、例えばフォルダーの分け方とかそういうものについてはもう当然職員のところでできることでありますから、それについては日々見直し、そしてここまずいなと思うところは即座にすぐに変更してまいりたいというふうに思います。費用がかかるかということにつきましては、そういうフォルダーの見直し等については職員がすることから改めての費用はかかるとは考えておりません。今野正幸議員。はい、そうですね、今回こういった気づきがご報告できてというか、できてすごく良かったな、そして直していただけるということと受け取りましたので良かったなと思います。やっぱり、こう各課さんのやつっていうんでしょうか、情報がその後に入ればすごく分かるんですけど、全体を見るとやっぱりそういうふうにつながってなかったりとか、またはこう見たいフォルダの中じゃない違うフォルダのものに情報が入ってたりとかっていうのを結構見られるので、こと細かにこう見てそこは編集してし直していただければなと思います。はい、それでは次はパブリックコメントの方について質問いたします。まず期間なんですけども、先ほど20日以内ということでなんですけども、私もう少し長くていいんじゃないかなと正直思います。先ほどホームページの話もありましたけども、ホームページ例えばホームページ載せました。でホームページって毎日こうチェックしてる人って普通の市民の方っていないと思うんですね。で例えば1週間に一度っていうんですか、週1くらいの頻度で見る方にしても、例えば見るまでその情報が上がって見るまで1週間、で、その見て計画が内容を知って、で意見を考えて1週間とか2週間とかね3週間とかかかってくるんじゃないかなと思うんですけども、そうすると20日以内となると、ちょっとその意見を考える時間とかパッと出てくる人だといいんだと思うんですけど、例えば一生懸命こうそれの内容について勉強してね意見を考えるような人がいるとすればちょっと短いのかなというふうなには思うんです。で、
パブリックコメントのやつでちょっと調べると、行政手続き法というのが30日以上というのであるんです。まあ、国のやつは30日で決まってなってるのかな。なんで、地方自治体はまあ違うようですけども、まあ、それに近くくらいあってもいいんじゃないかなとは思うんですよ。で、まあ、やっぱり私、市民の側に立ってですね、期間を決めるべきじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょう。例えばこう、市役所側のちょっと言い方悪いんですけども理屈になってるんじゃないかなとも思うんですが、どうでしょうか。企画部長。はい、お答えいたします。これまでパブリックコメント、数々やってまいりました。そういうのを見たときに、この期間の長さとその意見の寄せられる数というのの相関というのはあまり、そんなには見られないなというところを考察しております。で、寄せられた状況も見ますと、やはり普段からその分野思いのある方はすっとこう多くの意見を出していただいたいというところで、決して期間だけではないかなというふうに思っております。長くすればいっぱい倍3倍と来るというようなところではないなというふうに感じております。先ほど最後、役所理論じゃないかというところがございました。多分切羽詰まって短く設定してるんじゃないかというようなご指摘かなというふうに捉えます。確かに、このパブリックコメントを行う事業というのは条例であったり大きな計画だったりということで、年度の中でこうスケジュールをして、多くは年度後半のところに最終的な計画策定というところがあります。そういう時にパブリックコメント、まず議会の全協議会でも説明させていただきますけれども、そこから起点として2週間というようなところでやったときに、3月までに期間がないから、日本とは例えば3週間のところを1週間でやっちゃえと、そこまではさす思ってはおりませんので、そこも踏まえて計画がいつ作ろうと思うかというところでの逆算した上での十分な期間を取るということは心がけております。はい、議長。今野正幸議員。はい、はい、分かりました。それでは先ほど少しその件数とかの方が出ましたので、周知方法でいいのかな、件数が少ないというのはやっぱり周知方法じゃないかなと思うんです。で、まず、ホームページですけれども、情報収集のところに載っていました、今回つい最近まで行われていた北上文化芸術推進基本計画案の方になって、近いこの前まで行われたそっちの話になってしまっちゃったりするんですけれども、まず5月27日にそのホームページの方に載りました。で、情報募集情報っていう欄かなに何ていうのかな、載ってこうスクロールしてこう過去数件のものまで見れるようにはなっているんですけども、なんでしょう、例えばその情報のさらに新しい情報が上に4つ載る と、 もうスクロールしないと一発で見えなくなっちゃうんですよね。で、これは6月2日時点確認したときには4つ目の項目が出て、もう1週間経った時点でもうあとは探さないと、トップページ全体見ただけだともう情報が入ってこないと、目に入らないということになるんですけども、やっぱりパブリックコメントっていうのは毎日探してる人はいないとは思うんですが、参加者他のなんていうか情報と違って、こう参加者募集とか、補助金の公募とかそういうのとはまたちょっと違う情報なのかなと。で、他の募集項目もみんな重要だと思うんですけども、政策に関わる市民の意見の募集なんで、もう少しこう目立つようなところに、で少なくてもですね、その期間中、例えばスクロールすれば見えるじゃなくて、なんて言うんでしょう、固定っていうんでしょうか、その期間だけでもこう出てずっと出てるようなというような仕組みが必要じゃないかなとは思うんですけども、どうでしょうか。企画部長。
お答えいたします。確かに今のホームページの作りを見ますと、3つから4つのところで切れてしまうというのは確かにございます。ここにつきましては、これは大きなホームページ全体での設定でございますので、ここはその要因に変えるというのはちょっとあれですが、やはり見たときにおっと出てるぞというようなところをアピールするには、この新着情報のところにトンと出るのがいいのかなというふうに思っておりますし、それが多くの情報がいっぱい積み重なっていくと、やっぱりこう 大勢の中にこう埋もれてしまうというようなところもあると思います。そこについて、効果的な方法というのは、やはりこれは日々、これで良しとするのではなく、どこに置けば、どういうふうな表現をすれば注目していただけるかというところは、日々改善していかなければならないというふうには思っております。今野正幸議員。はい、そうですね、考えていただければなと思います。先ほども申した通り、その通り、政策に関わる部分ということで、やっぱり大事なやつだと思うんですよ。なので、こう埋もれな、他の情報に埋もれないようにやっぱりしていただければなと思います。はい、それでコミュニティ FM の方だったんですけど、私もずっと聞いてるわけではないんで、車に乗ってる時とかが、ずっと聞いてるにはなってるんですけども、今回コミュニティ FM でもその放送されてました。でこれっていうの、すいません、ちょっと私の認識不足かもしれないんですけど、これ、毎日とか毎回とか、どういう感じでこう行っているんでしょうか。ずっと聞いてれば分かる話だと思うんですけども、あんまりそんなずっとラジオって聞いてるっていうかね、そういうもんではないと思うので、タイミングが合わないとちょっとわからなかったんで、ちょっとどういう感じで流れているのかちょっとお聞きしたいなと思います。企画部長。はい、毎日毎日例えば定時に流しているということではございません。やはりその市がお願いしている枠のコーナーのところでのタイミングを見ながらということでありますので、聞く方によっては、その情報が入る入らないというのは確かにあるかもしれませんが、それについてはタイミングをずらしてあっても、例えば繰り返し日々を繰り返してやることによって多くの方に伝えるというようなところには努めてまいりたいと思っております。今野正幸議員。はい、わかりました。そうですね、まずラジオの場合はその通り聞こえてても認識しないこともあるので、なかなか難しいところもありますけども、一つの有効な情報提供の活用としてはいい手だなとは思っておりますけども、はい、そうですね、はい。で、あとちなみに広報なんですけども、広報にも掲載してました。5月27日の情報ホットラインの欄にも載っていました。で、広報の掲載っていうのはやっぱりこうとっても見られている方にしてはこう効果があるのではないかなと私も思っております。でただですね、これも今回は5月27日に間に合わせるように作られたのかな、ちょっとわからないんですけども間に合ってるんですが、締め切り日の関係とか、あと広報今月に1回になりましたけども、その関係で載せれない場合もあるんじゃないかなと、タイミングによっては。で例えばすみません、ちょっと私の確認不足かもしれないんですけど、2月から3月のにやった産業ビジョンのパブリックコメント、これ多分1月にも2月の候補にも多分掲載できなかったんじゃないかなと思うんですけど、こういうのであればやっぱり載せれない場合はコミュニティ FM はこう重要にこう媒体だと思うので、こういうのはこう一生懸命載せるべきじゃないかなと思います。どうでしょう、その広報と、FM ちょっと先もかぶりましたけども、どのように行われでしょうか。企画部長。お答えいたします。今お話ありました産業ビジョンについては2月18日からの実施でございましたので、確かにもしかすれば広報に載ったかのではないか、ちょっとそれは今手元にございません、確認できませんが、そういう可能性もあったかもしれません。ただ我々がいろんな計画等でこのパブリックコメントを実施するときには、その広報の発行のタイミング、
あとは議会での説明のタイミング、こういうものについては常に意識しておりますので、広報に乗せて周知を図るということは意識したものとしております。ただ、まあ、たまたまそのタイミングにうまく乗っからないとき、それに合わせると、また先ほどの話ではございませんが、計画策定のスケジュールがずれるというようなときはあるかもしれませんが、基本的にはそこは意識しているということでありますし、あと周知につきましては、広報の、読者層といいますか、ターゲ年齢層、FM を聞く方々、それぞれのターゲットというのがあると思いますので、その計画のまた、どこを狙った計画かということによっても、どこに重点を置くかというところもあるかと思います。そういう多様な媒体を使って、多くの方に意見をいただけるような周知は図っていくまいりたいと思っております。今野正幸議員。はい、分かりました。いずれにしてもですね、やっぱりこう考えていくと2週間っていうのはちょっとやっぱり短いかなという感じが少しあります。一応目的なんですけども、改めて計画とか市民に知ってもらって広く意見を求めて、それを反映とかさせていくということだったかなと思うんですけども、そういったことでよろしかったですか。企画部長。はい、パブリックコメントの目的としてはおっしゃった通りでございます。ただ答弁の中でも申し上げましたが、今パブリックコメントだけにはよらず、例えば何かの計画を作るときは策定委員会とか、そういうもので一般の関係団体の方に入っていただいたりもしております。そして総合計画なんかがいい例でございますが、未来創造会議ということでワークショップを何回も重ね、そしてあれも何十人という市民の高校生まで含めて、今回の場合ですね、ワークショップを行ったりということで、多様な方の意見を聴取するという方法をパブリックコメント以外のところでも模索実践しておりますので、そう全体的にそういうことで市民の意見を広く聴取していきたいというふうに考えてございます。今野正幸議員。はい、はい、そうですね、パブリックコメントだけじゃなく、その前の過程でも市民の方に入ってもらって、そこで意見を聞いてと、はい、まずその通りだとは思うんですが、やはりでもそこに集まった人は、からそこからあとパブリックコメントであるよとか、広がってこういうのやってんだよと広まってくれればいいんですけど、まだそこまでにはなってないかなと。一応まず最初には数の方でちょっと聞きますけども、数にこだわっていいか分かりませんが、その16件、過去3年ですか、16件のコメント、パブリックコメントを出して91件ということで、多分その中には意見もなかったのもあられたということで、あんまり注目されてないものなのか、ちょっとそこは分からないんですけれども、例えば一件、一桁ですからね、9万人のこの人口の北上市からこう一件、確かに他の策定委員会とかそういったところに入ってもらっているとはいえ、ちょっと少ないかなと個人的には思います。9万人の人口に対してたった1件や2件または1桁というのは、ちょっとあまりにも数で評価っていうよりは、もう評価するできる数になってないんじゃないかなということなんですけども、だからといってこう何件来ればできいいんだということになると、ちょっと私も何件が適切なのかちょっと分かりませんけども、せめてこう1つのパブリックコメントについてこう10件とか20件とかこう目標にしたらいいんじゃないかなと、なんていうんですか、目標とか、なんかこう、絶対その目標を守らなければならないというわけではないかもしれないんですけども、せめてこう目標、コメントの数というんでしょうか、目標を設定してもいいんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうか。企画部長。はい、パブリックコメントの寄せられる件数についてのご質問でございますが、令和2年度に行ったパブリックコメントで意見が寄せられなかったのが
5件ございました。で寄せられたものについては4件ということで、まあ、あったなかったといえば 半々ぐらいと、そういう中で、令和2年度の例で申しますと、総合計画の基本計画に対しては35件のご意見が寄せられましたが、例えば緑の基本計画については1件だったというようなところで、やはりここも振れ幅がございます。で、まあ、何件というのは、目標設定というのはその計画の大きさとか、大きさというのもあれですが、範囲等にも、総合計画ですと本当市民生活のすべての分野における計画でしたので、これだけの意見をいただくことができましたが、個別の細かい計画になると、例えばゴミ処理基本計画という本当に市民にとって身近な計画だったと思われますが、これについては意見がなかったということで残念ではありましたけれども、市民生活にとって身近に感じる計画かということでも、また結果が違ってくるということでもなさそうなこの雰囲気なんです。健康プランについても残念ながら意見なかったということでですね、ですので、一律にやはり何件ということを目標というのはちょっと厳しいかな、難しいかなというふうに思いますが、我々といたしましては、この寄せられた意見に少ない意見であっても、あ、おっしゃるとおり、この視点については欠けていたなというものは、それを生かして本文を修正したりというようなことで対応しておりますので、意見の数ではなく、その内容でしっかり受け止めて対応し、改めるというか、まあ、修正するとか修正するという姿勢で意見を伺って反映させているというところでございます。今野正幸議員。はい、はい、まあ、数よりも、まあ、数よりも、まあ、数もでしょうけども、内容もということで、まあ、そうですね、数だとさっき4件あった、まあ、2万人に1人ぐらいのでしょうか、まあ、少ないなと私はちょっと思いました。はい、で、まあ、確かに内容っていうのは確かにその通りだと思いますけども、はい、ただ数っていうのは、やっぱそれだけこう市民の人、まあ、注目というんでしょうか、知ってもらったかっていう一つの証明というんでしょうか、証しというんでしょうか、証拠というんでしょうか、にもなるんじゃないかなと思います。で、例えば、まあ、意見についてもこう否定的な意見とかいろいろあったりもすると思うんですけども、例えば検討はず、まあ、例えばなんですけども、検討外れの意見が来たとして、で、なんか大きな誤解がしてるんだろうなとこう見てみると思って、まあ、例えばですけどね、考えられる、その時は健康の、その計画の参考にはならないんですけども、例えばそういう人が1人いるとなると、他にも、まあ、9万人ですから、そういうふうに考えている人がまだ何人かいるかもしれないと。で、そういう場合にはやっぱりそういうふうに勘違いさせない、誤解させないっていう、意味もあって、その説明、回答をホームページで出すこともやっぱりできるんですよね、その回答があれば。うん、で、まあ、実際の事業の時にもその参考にできるし、例えばこう、まあ、否定的な意見でも、まあ、こういう考え方を持っている人がいるかなというような感じでこう考えていくということもできると思うので、やっぱり大事じゃないかなと思います。私は、まあ、パブリックコメントがやっぱり集まるような取り組みをするべきじゃないかなと思うんです。で、まあ、先ほどもホームページのことで話をしましたけども、例えばトップページにその期間中は固定できるようにするとか、あとはホームページ見るとその計画の閲覧場所として北上市役所、まあ、障害学習センター、本庁舎、江津理工庁舎、我が庁舎と各地区の交流センターとかってあります。まあ、交流センターはあるのは知ってますけど、まあ、交流センターはまあ置かせてくれっていう感じのレベルなので、どんと置いてるわけではなく、こう何かと、何ですか、情報誌っていうのかな、こう、他のやつとかとこう一緒に埋もれてたりとか、あと本庁舎も見てみたんですけども、市民ロビーにやっぱり置いてありました。まあ、当たり前かなと思うんですけども、ただ何ですか、ここにありますよっていうのがないんですよね。で、ホームページを見ても、ホームページを見た人は何ですか、そのままインターネットで見れるからいいんですけれども、例えばラジオで聞いた、広報で見たっていうのを、例えば庁舎とか来て、さてどこにあるんだろうと、例えばどこにありますよというのが
ないんじゃないかなと。で、まあ、ですし、まあ、そういうふうに来ていただける方はまずいいんですけども、そもそもこう市役所にこう何か違う、まあ、何か証明書をもらったとか、もらいに来たとか、そういったの方にもやっぱりパブリックコメントをやってますよっていうのをやっぱ知ってもらわなきゃないんじゃないかなと思うんです。で、やっぱそういった、まあ、意見が来ても来なくても、やってますよっていうのがやっぱ大事だと思うんですよ。でやっぱりそういうのっていうのはもう少しこうアピールというかするべきじゃないかなと思います。で例えばですね、まあ、まあ私から言う簡単なんですけども、例えばポスター貼るとか、そんな印刷屋さんに立派に作ってもらうポスターじゃなくて、あのコピー機から出してくるカラーコピーの A3 とか A4 でもいいから、そういうのを例えば目につくところに貼る、例えばトイレでもいいし、あのエレベーターのどこでもいいし、こうとにかく市役所とかに来てくれた、来て、あとあのその来てくれた市民の人がですね、こう通るところ、目につくところにこう貼ってあると、やっぱりこう知らなかったけども、あ、こんなのあるんだって思ってもらえるのをこう増やしていった方がいいんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょう。企画部長。はい、お答えいたします。多くの方にこう知ってもらう機会を増やすべきだというところは おっしゃる通りだと思います。例えば、まあ、これまだ具体の案を持っているわけではございませんが、例えば商業施設で何かこう広告が表示されるようなものがあったときに、そこで市からのお知らせということで載せることができれば、あの私たちの市民ロビー、あの市民課の窓口のところにテレビで広告出してますけど、ああいうものがよく街中でも、まあ、この辺ではあまりないかもしれませんけど、盛岡なんか行けばあったりというようなことがございます。そういうところの中にそういうパブリックコメントをやっているということもお知らせしていくというのも一つの手かなというふうに思いますので、今後そういう面については研究してまいりたいというふうに思います。あと、わざわざ役所に来なければというような、交流センターに行かなければというところでございますが、まあ、ホームページからの PDF、まあ、一般的には PDF で載せております。で今 PDF というのは、まあ、ほとんどの方が意識しないでパッと開けば読める状況でございますが、やはり画面が小さいとかいうところで読みづらいというところはあるかもしれません。でそれをどう改善していくかというところでございますが、何かの計画のパブリックコメントやっているというところで、じゃあクリックというかプッと押したと計画書が出てきたと、でも全100ページの出されても多分読む気にならないと思われるかと思います。だからそういう時に分かりやすい概要版を作って載せるとか、そういう見ていただく、理解していただくということの努力というのは我々に求められていると思いますので、そういうふうな、まず何をしたいかというところを直感的に訴えるような資料作りとか、そういうところには努めていきたいというふうに思います。今野正幸議員。はい、そうですね、まあ、街中の電光掲示板じゃないですか、まあ、あれなのお金がかかってなので、まあ、簡単にできるところからお願いできればなと思います。あと、まあ、先ほどなんです、関係団体の方で例えばいろんな団体さんに入ってもらって、まあ、今回も文化芸術推進基本計画の方では例えば芸術文化協会さんとか民族芸能協会さんだとか、こう、まあ、名前を見ましたので入られていろいろ意見を出してもらったんだと思うんですけども、やっぱりそこから何でしょう、その団体関係団体って言うんでしょうか、からまあ、そこから外に出るって言ったらいいんでしょうかね、その、構成メンバーは構成メンバーで話はあるんですけども、例えば、ちょっとまあ、自分が携わっている芸能だとすると、例えば民族芸能協会の、代表とか、まあ、そういうふうな方がいて、その計画を作られ、まあ、それ混ざられたと。でもそこから外に出てくるってことが、まあ、ない、まあ、団体さんによってはあるのかな、わからないんですけども、ないんですね。その場で終わっちゃうというか、各例えば芸能団体にこういうの今作ってるよ、なんかこう見て、あったら意見があったら出してねっていうような、そこまでがないんですね。なので、例えばその参加した団体からですね、こうその構成
団体というんでしょうか、にこうお知らせすることはできるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。企画部長。はい、お答えいたします。そういう検討委員会に各種団体の長に入って、長とは限りませんが、代表の方に入っていただくということは、やはり我々としてもそういう構成メンバーの意見を集約した上で、もしくはこちらが出したものに対して、意見を聞いて、全体の考えを伺いたいなというところの思いはあります。ただそれが各団体においてどのようにされているかはその各団体のやり方ですので、当方からこうやってくださいということは申し上げるものではございませんが、思いとしてはそういうところございますので、広く意見を集約できればというところは同じでございます。今野正幸議員。はい、そうですね、まあ、その各団体さん次第というところもありますけど、まあ、その会議の中の最後のところかでこう一つ PR するみたいな感じでもいいんじゃないかなと個人的には思っています。はい、あと、意見を提出、そのパブリックコメントに対してその意見を出される方ですね、ホームページとかで、まあ、見たときにはですね、市内に住所がある方とか、市内に通勤または通学している方、市内に事務所または事業所を有する方ってあるんです。で、見ると年齢制限ないですよね。通学と書いてるから学生も OK なんだろうなと、思うんですけれども、すみません、ちょっといつ何の時の話だったかちょっと忘れたんですけども、市長がですね、前未来創造会議のメンバーに高校生が入ってくれたよというような話をちょっとされたかなと思っている、ちょっと記憶に曖昧かもしれないですけどもあったんですが、例えばですね、まあ仮にその意見がなくても、その市内の高校生とかですね、北上ではこういう意見じゃない計画立ててるよと、見てほしいんだよ、で意見があれば言ってほしいっていうふうに、出していいと思うんですよ、学校とか高校とかで。で、例えば学校で意見をまとめて出してくれっていうとやっぱ大変になるので、まず知ってもらうために、そういうのも出してもいいんじゃないかなと。とにかくいろんな計画があって、今こういう計画を他の市民の皆さんから募集している、もう市民だから、そういう北側に来ている学生、君たちのも、こういうふうにどういう思いがあるんだっていうのをこうただ知ってほしいと思うんです。で、意見があれば気軽に出してくれというふうにやればいいんです。まあ、こんな難しいことを聞かなくてもいいんだと思うんですよ。例えばこっちから一つなんですよ、問題じゃないですけど出してもいいと思うんです。例えばこの計画はウキウキワクワクしますかっていう計画、もう出してもいいと思うんです。で、あ、思います、思わないですそんなんでもいいんじゃないかなと思うんです。まあ、なかなか、まあ、これはあくまでは、ね、こっちが考えたことなんでそう簡単じゃねえんだよと思われるかもしれないんですけども、どうでしょう。企画部長。はい、今の質問にお答えいたします。我々も高校生とかの意見、尊重、たくさんいただきたいということで、未来創造会議の時にもこう、あの時は高校周りをいたしまして、ぜひ、お宅の学校の生徒さんに参加を呼びかけていただきたいということで、回ったところ何十人と。ということで全体の半分以上高校生というような時にたくさんの高校生の方に参加いただきました。今も参加いただいております。そういう点では高校生なりということの意見のいただきたいというのは議員の今のお話と一緒でございます。その方法として計画のたびに高校に行っていちいち全部お願いするかと、そこはこれから今後研究する余地があるかなというふうに思っておりますので、そこについては今この時点でこういう方法でということではなく研究させていただきたいなというふうに思います。また一方、まあ前もこういう例があったんですが、中学校の方で社会科のだったかな、授業の一環でですね、学年全体が地域づくりについて考えていただいて、そこに市長が出向いてですね、中学生の話を聞いてまいりました。
大変、あ、こんなこと考えてんだなと、それこそ参考になるような意見たくさんございました。議会の方でも座談会ということで中学校の方に行ってらっしゃいます。そこでの意見もご質問の中にもあったりしますが、そういう多様な意見というのは常に取り入れてまいりたいというふうに考えております。今野正幸議員。はい、そうですね、まあ、その通り議会の方も、うん、市民と議会をつなぐ会で高校生とか中学生とかですね、ご意見を聞いてですね、本当に学生の意見ってすごく新鮮でいいなっていうのは毎回こう話を聞くたびに思っています。まあ、これからの北上市をこう担っていくこう人たちの意見を聞くっていうのもいいかなと、まあまあ、やっぱ最低限こういうのがあるんだよというふうにこう周知していくのもいいんじゃないかなと思います。まあちょっと今回の質問ですけど、結構なかなかこうこれを頭に前にやっちゃうと多分業務量が大変だって、多分職員の方たちは何言ってくれてんだよと思うところもあるかもしれませんけれどもですね、少しずつでも結構ですので、こう何かこう少しでも市民の目線に立つというかためになるようなことをやっていただければなと思いまして、最後といたします。9番近野正幸議員の質問を終結いたします。休憩いたします。午後は1時5分に再開いたします。